ただいまより大村桜祭り競争優勝者表彰式を開催いたします。それでは優勝されました北村誠司選手の登場です。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。北村選手おめでとうございます。では早速表彰に移らせていただきます。表彰者は大村市モーターボート競争事業を管理した小川寛司でございます。優勝いたしました北村誠司選手には賞状と優勝トロフィー副賞が贈られます。まずは賞状の授与です。賞状優勝登録第3997号北村誠司殿、貴殿はボートレース大村における大村桜祭り競争において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを賞します。平成28年4月4日大村市モーターボート競争事業管理者宇賀君。続いて優勝トロフィーの授与です。続きまして副賞ですが、副賞は大村市協定企業局長賞として市の特産品和牛セットを贈呈いたします。本日は目録が贈られます。目録を審定するわけですが、北村選手がこれ第1号なんですね。今回から大村市の特産品を局長賞として審定をするということになりました。ご賞味ください。はい、第1号北村選手おめでとうございます。はい、小川さんありがとうございました。それではですね、優勝トロフィーを持って写真撮影のお時間を取らせていただきますので、どうぞカメラをお持ちの皆様、前の方で北村選手の姿収めていただきたいと思います。村選手ぜひ笑顔でお答えください。ありがとうございます。はい、皆様よろしいでしょうか。では続きまして、ボートレース大村フロアテンダントより花束が贈られます。では優勝されました北村選手に少しお話を伺っていきたいと思います。改めて北村選手おめでとうございます。ありがとうございます。意外とかなりお久しぶりの優勝になったみたいですね。そうなんです、苦戦しました。苦戦しましたか、はい、約3年3ヶ月ぶりの優勝ということなんですが、はい、お気持ちいかがですか。非常に嬉しいです。もうほっとした気持ちですね。そうですね、今日は絶対優勝する気でいてたんで、はい。ただ優勝戦、やはりコース取りも簡単にはいかなかったかと思うんですが。いや、コース取りが自分に緊張感を持たせてくれたんで良かったと思います。なるほど、はい、ではスタートももう落ち着いていかれましたか。そうですね、絶対遅れないようにはいきました、うん。はい、1マークは2コースの新羅選手がまくってきましたけれども、スタート土台だったので、はい、先に回れるなと思いました。あ、なるほど、はい、ではもう1マーク回ってから落ち着いて。そうですね、もう足に自信があったので、はい。オール2連隊のこの成績が裏付ける、そんな船足の仕上がりになっていましたかね。そうですね、今後この57号機に注目してもらいたいと思います。皆さん57号機注目だそうです。ぜひ追いかけていただきたいと思います。さあ、北村選手、次節はですね、一般戦なんですけれども、4月9日から三国協定ですね、はい、三国ボートでの安戦となります、はい。それではですね、最後に、ファンの方に向けても今後の走り、ぜひ皆さんにアピールをお願いいたします。はい、遅くまで残っていただいてありがとうございました。今後も一生懸命頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、今節の優勝は見事人気に応えての優勝でした。北村誠司選手、本当におめでとうございました。ではですね、最後すみません、北村選手に少しだけお付き合いいただきまして、お楽しみ抽選会をさせていただきます。本日もですね、残っていただきましたファンの方、抽選で5名様にボートレース大村のオリジナルグッズをプレゼントさせていただきます。はい、では番号の方お預かりいたしましたので、北村選手、これで、はい、退場となります。あ、カッパプレゼントしてくださるんですか。あ、はい、太っ腹ですね。おめでとうございます。では北村選手に大きな拍手をお願いいたします。